この一つのボランティアと文化、ぜひこの先ですね、復興を語る上で外せないのではないかというのが、このライフタイムブランドカバー部会において、一つ、提案したいところでございます。で、今本日ですね、多くの立場の方にもうずらっとそうそうたる面々が座ってらっしゃるわけです。一応なんかこういう本当に一堂に会するというか、まあ、まだまだ一堂には程遠いんですけれども、いろんな立場の方をお呼びすることができて、もちろんこの石巻専修大学に震災直後から災害復興支援協議会、多くのボランティア団体、NPO、NGO が集まって、いろんな情報共有とかで集まってたわけですけれども、今回はそれに加えて石巻でもともと活躍されてこられた NPO 組織の方ですとか、あるいは石巻の方をパネラーとしてお呼び、あるいはそれをですね、公開といいますか、オーディエンス会場にいらしてもらった石巻市民の方に、石巻で今起きていること、こんなたくさんの方たちが入ってこられて、こういう問題意識を持っているんだということを、そういう市民の方、会場に来られた方にお伝え一応できたっていうのは、とても画期的だったのかなっていうような思いがあります。まず一つ、こういうプチ市民っていうなんかおもちゃ作りましたけども、どうですかっていうところで、みんなでやんやできたら、形も変えながらでいいと思うんですけれども、本当に最初にお話しさせてもらった通り、2つの方向があるんです。1つはこうすごい積極的に、あるいは密着して石巻に入り込んで、こういろんなものを顧みない活躍支援をしていただいた方を今後も継続して巻き込み続けるのが1つの役割ですね。で、もう1つが、本当になかなかそこまでちょっと距離を感じていた、私なんか言っていいのかしらなんていうふうにちょっと遠慮していた方も、より裾野を広げてですね、もっと簡単に来てください、こう遊びに来るだけでいいんですっていう、あるいはこういうことやってますっていう情報発信ツールとしての役割もきっとになれると思うんですけれども、そういう裾野を広げるっていう方向が一つですね。オープンに話すっていうところも大事だと思いますね。内々でいつの間にか何か物事決めるんじゃなくて、みんなにこう聞いてもらって、その反応も感じながら、その場でまた意見をこうブラッシュアップしていくっていうのは、こういう場って今まで意外と石巻っていうところは苦手にしてなかった、